どうもおはようございます。2月21日、朝6時11分の相場解説になります。今、冷やしを見ていただいてます。何回もなぞるようで恐縮ですけども、流れとしては、こう上がってきたものが、転換を迎えてこういうに下がって、そして、レンジを通じて、また上昇しか掛けてるところですよね。で、直近の、まあ、争点としては、このレンジで行くのか、 こののレンジで行くのかってところを見ていたわけけですけどもとりあえず昨日の時点ではレンジはこちらの方に収まっておりますでも今週中にこっちの上の方に行く可能性がありますんでね、えー、切り替わりの時には、まあ、そのタイミングを逃さないようにしていきたいですねじゃあ4時間の方を見ていきます4時間は、えー、とちょびっとここ出たんですけども、えー、とここですね飛び出たわけですけども結局レンジオプションはここで 今作られているってとこかなと思いますその中でも今度1時間でお見せしますけどももうちょっと狭いところにね限定できるわけなんですよで1時間の方見ていきますけどもはいご覧のようになってますけどもねえー、ここでちょっとレンジをね決めていきたいと思いますけどももうねこの間で組んでもいいのかなってことですよね133930からまあそうですね134の470ですかね これね、134-544っていう昔使ったこの価格帯も、うん、気になるところなんですけども、この価格帯ね。なんで四角になっちゃったんだ。<laughs> この価格ですよ。赤いところね。まあですけど、今の時点ではここの切り板を取っとこうかなってことですよね。じゃあ改めて価格の設定をさせてもらいます。上がですね、134-470ですよ。で、下がですね、133-930。 これで、えっ、ー、と、今日、もしくは今週は勝負していければなと思いますね。はい。じゃあ、以上ですか。で、FX オリガルヒの皆様はね、また追加の動画を送りますので、また参考になすってください。でも今日はこのレンジオプションで攻めればいいと思いますよ。レンジオプションの攻め方はもう何度もお話ししましたんで、今日はちょっと割愛しておきましょうか。え、それでは、また後ほど追加で。